ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。さあ、始まりましたよ、朝が。今日から2日、3日はちょっと涼しいそうですよ。暑くなったねって言ってたのに、急にまた、寒くなったねに変わります。違う、27度くらいあったんだよ、君たち。今日はね、猫にとってはね、10度くらい下がってるらしいよ今日は。じゃあ楽しんでいきましょう。ポンちゃん初です。バオインママさんの膝の上に乗りました。があったからですね。そうか、このこれがお気に入りだもんね。ちょっとさ、お膝に乗せてたらね、乗ってきた、で降りちゃったです。あ、ちゃんくんがどいたからそっか、お膝より冷たげな方が良かったのねじゃあこれからはそれを上に乗せたら膝に乗るぞっていうのをやっていきましょう。ジャン君が膝に乗るためのやつはもうね、しまわれちゃいました。暑いの。お洗濯したの昨日すごくさ。じゃあまたそれも使える。でももう多分乾いてると思う。うん、昨日あれなしだとね、乗るには乗るんだけどすぐ降りちゃうんだよね。そう、ちょっとほらもうさ、だいぶ経ってたから洗おうと思って。ジャン君またあるってさ。そう、なかなか洗えないじゃん。じゃあ2人で膝乗り猫として今後やっていきましょう持ってきたよ。はい、ただ匂いがいい匂いになっちゃったかもよ洗剤の匂いに、まあもうこれがあったらわかるはずだね。ジャン君ほら、はい、ジャン君、ジャン君、ジャン君持ってきたよ。はい、ね、はい、もう来たんだよ、ポンちゃんくん。あ、いやで、ちょっとお洗濯させていただいてます。あ、ジャンくん、ジャンくん、ほらほら、ジャンくん、おいで、見て見て、飛んでるよ。おいで、おいで、もし、あれはここだよ、ここ。あ、やった。
はい、来たな。はい、来た来た。昨日いなかった。ボク君もやってきたよ。僕の毛布。よかったね、ジャン君。またよかった。そして、確認をこっちへ。あれ？いいな、ずっといなくて。ジャン君、ジャン君、これからやってほしいっていうことね。おう、危なかったね。はい。いいね、ジャン君。ちょいで。あ、ポンちゃんも来たよ。ポンちゃん、はい、ポンちゃん。ポンちゃん後ろにいるからね、気をつけてね。ポンちゃんおいで。一緒にやりましょう。あ、いた。やってきました。はい。ね、ポンちゃん。ポンちゃんくん。ね、ポンちゃん。両方離れてっちゃった。はい。はい。なるほど。危ない危ない。ジャン君、ポンちゃん、布団敷いて寝ようと思ってるんですけど。